こんにちは。ジュラシカライブスピノサウルス第2世代近代イベントをやっていきたいと思います。はい、今回のものはいつもの推奨性別レベルが20か30なんですけど、厄介なのはね、これですね。真ん中の継続ダメージを持っているということと、そして抗体抑止を持っているということですね。続いて、これね、気をつけなきゃいけないのは、一応ね、スピードが132で、デフォルトより速くなっているので、注意が必要です。はい、続いてなんですが、2つ目ですね。はい、こちらです。メジストテリームなんですけど、これはそんなに怖くはないんですが、ただ0.4倍が厄介かなっていう感じでしょうかね。はい、抗体抑止もありますね。そしてゴルゴスクス、これもそんなに怖くはないんですが、ただね、手をつけられなくなる可能性があるので、120より速いのを出しておいた方がいいと思います。速度耐性ありますということですね。さあ、これでメンツを組んでいきたいと思うんですが、いつもの感じでいきたいと思うんですけど、はい、まずはですね、はい、スコタトルですね。何から出てくるかによるんですけど、一応万能なのでスコタトル用意しておきましょう。そして継続ダメージがあるので、継続ダメージの耐性持っているものを用意しておいた方がいいかなと思うので、はい、プロミーさん。そして、ケツオリオンなんかもね、継続ダメージの耐性持っているので、これも面白いと思うんですが、ただ今回ね、ドーム系が多いので、シールドを貼っても意味がないから、あまり面白くないですね、ということで。さあ、あとはいつものですね、ティラコタトルと、フォルサウルあたりでいいかなと思うんですけど、フォルサウルは、これ継続ダメージの耐性持ってないんですけど、ただ洗浄がね、できるんですよ。こちらですね。こちらの方で洗浄ができるんですけど、これね、毎回打てるんですよね。これ洗浄できなかったっけ？マイナス効果、そうですよね。っていうことなんで、これが打てるので、これを出しとけばいいかなと思います。さあ、いつものように言ってみましょう。はい、若干いつもとメンツ違いますね。プロミーが入ってますんで、これで言ってみたいと思うんですけど、で、プロミーからちょっと言ってみましょうかということですね。いつもと同じメンツだと面白くないんで。はい。ね、録画がね、途中で止まっちゃうんですよね。なんでですかね。はい。ということで、ちょっとですね、はい。こっち側で行ってみたいと思うんですけど。さあ、削っていきますよと。ここまで削れば1倍でいけそうですね。さあ、これで2つ取りましたので、はい、スコタトルに変えていけるかな。これいけそうですかね。ちょっと行ってみますか。どれが来るかな。1ターンは耐えれそうなので、1ターン耐えてみましょうか。はい、これ耐えてみまして、で、ここで次の攻撃で戦場打ってくる可能性があるんだけど、はい。ここを即時妨害打ってもいいんですが、洗浄ってくる可能性もあるので、はい、ここで、はい、ティラコタトルに変えます。さあ、ここで、はい、継続ダメージをですね、打っていきたいんですけど、洗浄ってくるかな。ここで洗浄使ってくれれば、次洗浄がないので、はい、ここでね、継続ダメージを打っていきましょう。ちょっと痛かったですね。ただもうここまで削れば、OK かなと思いますね。よし。ということですね。はい。勝つことができました。ありがとうございました。ちょっと切れてるので、後で編集でつなげますけど、うまくいくかどうかですね。はい。ということで、これで、はい、報酬見ていきましょう。はい。報酬の方が、スピノサウルスが来まして、そして最後のエピックですが、はい。ティラノ。そして、バイオニクスということですね。終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。